はいどうも楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はねほな弁当です。今日もほな弁当で、もちろんこっちに唐揚げもあります。唐揚げもあります。いただきます。よっしゃ、梅干しから忘れずに梅干しからいただきますよ。ちゃんと酸っぱいです。ありがとうございます。じゃあごま塩かかってます。ごま塩、長いこと見落としてましたからね、ごま塩のこと。今年はこのごま塩に気づけただけでもいい年でした。はい、マカロニの日です。全部食べちゃおう、一気に全部食べちゃおう。もうこのマカロニとご飯と梅干しだけでも元気いっぱいになりますよ。これね、これ今日もエキス濃いわ。これ完全に今日もエキス濃いわ。ほら大きい声出しちゃった。おいしいね。これはいい。いやー最高だ。今日もほうな弁当最高だ。エキスが濃くてさらに最高だ。漬物にまでエキスが溢れ出してきてるから。この動画を公開するのは年が明けてからになる可能性が非常に高いですけれども、高いですけれどもね。まあ今年も本当にいろんなことがありました。楽しい一年だったね。本当楽しくて刺激的で、この一年間も今年の一年間もさ、木島はコーナー弁当とともに歩んできた1年間だったのではないでしょうか。まさにね、これです。今見ました？今見ました？この唐揚げの動き、自分から自らこうほうなエキスの中に飛び込んでいくわけですよ。行くべき場所を分かってるね、本当に。それ必然と言いますか、こうなるようになってんだよ本当に。僕一口食べてそうつけようかなと思っただけでしたよ。今伝わるんだね思いは。コーナーエキスにつけて
やね、このホーナー弁当っていうのは本当美味しいですよ。もちろん料理食べ物ですから好みがあるでしょうけど、皆さんにもぜひおすすめします。本当おすすめしてますけどね。うん、この脂がで、僕もそうだったんですけど、ホーナー弁当も唐揚げもそう、最初のね一回食べた時からこんな風なだったかって言ったら違いますよ。まあ、肉炒めたやつだなと、あ、まあ、唐揚げだなってぐらいだったんですよ。それがね2回3回と食べるうちに、なんて言うんでしょうか、なんて言うんだろうね、もう体が求めるの、なんか入ってんじゃないかなっていうぐらい求めるんですよ。本当に美味しくて美味しくて、もうまた食べたいまた食べたいって言ってね、なっちゃうんですよ。不思議なもんで、でもうこれは良くも悪くも母さん2人のこれそれこそ文字通りさじ加減一つで味付けがこうちょっとずつ変化するわけですから、いつ食べても今日まずいなってことはないですよ。もちろんなかったですよ。僕はねいつ食べても美味しいんですけど、美味しい人もっと美味しい日があります。美味しい人特に美味しい日がある。2回3回ね、ぜひ食べてほしいな。ぜひとも2回3回と、この油のとこなんかすごい美味しいですよ。今日は天気もいいし、本当にホーナー日和だね。ホーナー日和、ホーナーは晴れの日によく合う。今日は会社の会議があったもんだから、先輩たちも買いに来てましたよ。先輩たちも、でありがとうございます。埼玉からも買いに来てくださってる方がいて、男性の方、一緒に写真撮りました。ありがとうございます。で、あの四国から見えられてる方ね、お土産お弁当屋さんに預けて置いてくださった方がいらっしゃって、今日今僕受け取りましたんで、食べる時にまた紹介したいと思います。ありがとうございます。たまたま会議した先輩がね、またもらったのかいいなっつって言ってました。本当にいいなですよ。本当にありがたいです。幸せです。難しいんですよ。
おかずとご飯をこう一緒に入れればいいんでしょうけど、別、まあいいや途中からどっちか追っかけるってね、口の中見えちゃうんです、見ちゃうんです。ちょっと難しいんです。飲み込んでからじゃないとね、ちょっと難しいです。ちょっとこうやってうつむいたりとか、手で隠したりとかして工夫してちょっとずつやってますけど、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ボタンはどっちだ？